こんにちは、タロットリーディングのチャンネルリボンです。はい、やっと、タロットの動画を上げることができました。いやね、もうちょっと最近忙しくって、ちょっとなかなかセッティングしてる時間がなかったんですよね。で、お話の動画の方はね、だいたい30分くらいあったら完成するんですけど、まあこっちはね、ちょっとなかなか時間が取れなくてですね、できなかったんですけど、まあ本来はね、あのタロットをねメインにしたいんですよね。なのでまあこっち頑張ってまあ上げていきます。ですのでまあタロットをお待ちの方はですね、まあ、気長にちょっと待っていただけるとありがたいかなと思います。でまあちょっと暇つぶしに、あの普段はね、私のあの話動画みたいなのもねちらっと見てもらったらいいかなと思います。はい、さて本日のリーディングなんですが、あの人があなたに抱く性的妄想についてリーディングしていきたいと思います。性的妄想か、ちょっとね今回もね、下ネタ系リーディングになりますので、お嫌いな方はバックしてくださいね。はい、まあね、他にもね、さっきも言いましたけど動画ありますのでね、そちらでちょっとお楽しみいただいたらいいかなと思います。はい、それではですね、あの人があなたに抱く性的妄想を、今日は、ロマンスエンジェルカードとエナジーオラクルカード、そしてタロット2枚を使いましてリーディングしていきたいと思います。はい、今回も4択です。毎度のことなんですが、今回の選択肢もですね、またリボンが書いたですね漫画なんですけど、まあ、これちょっと適当に書いた感じなんですけど、ちゃんとね、Gペンとか使ってませんけど、普通のペンで書いた作品です。はい、今回はですね、性的妄想ということですね。まあそれにちなんだ、まあ、4コマを用意しました。ちょっとね SM 的なちょっと感じの、これでも載せていいのかなっていう感じの、ちょっともしかしたらこれ削除されるかもしれないなみたいなちょっと内容になっております。はい、でまあいつものように漫画は ABCD 連続して読むと一つのストーリーになっていますので、そちらも合わせてお楽しみくださいね。はい、ではざっと選択肢を ご覧いただきましょう。はい、たーたたーよいしょ。ほう、なんだこれね、なんだろうね。え、なんだって。これ、ね、ちょっとボケてるよね。こうかな。なんかボケてるな。こうか。綺麗に映らないね。爪切りあるみたいな。って。あるよ。爪切るのって書いてますね。はい。爪切りをね、どうするんですかね。はい。B ですね。はい。B の。暗い。何だ。こう。なんか写りが悪いですね。はい、B の方。はい、ははそんなわけないだろうと。わろとはるわけですね。何をわろとはるのかね。はい。はい、C ですね。はい、このなんかすごい絵が出てきました。これね、ちょっともしかしたらこの YouTube 的にアウトかもしれないな。はい。このぐらいかな。このぐらいですね。うん、君の乳首を少しずつカットするんだよと。まあなんか怖いこと言ってますね。なんか爪切りでまたそんなね、えげつないですね。はい。はい。ね、ごめん、爪切りなかったわと。ね、D の方ね、嘘つけ言うてね。まあそういう感じですね。それは爪切りありますよね。でもないって言うとかへんかったら怖いもんね。えらい目に遭いそうですよ。はい。まあそういう SM チックな、ちょっと内容となっております。はい、なんでこんな漫画思い浮かぶんですかね。まあ私がちょっとアブノーマルなのかもしれませんね。まあしょうがないですね。はい、でははい、決まりましたでしょうか。はい、決まりましたね。はい、決まったことにしときましょう。はい、ではですね、 A から見ていきますよ。はい、ちょっとお片付けしますね。ちょっとね、最近ね、なんか変にね、もう諦めとかね、なんかめっちゃなんかいろんなことに諦め始めた44歳でございます。もうすぐね、来年の3月でですね、私ね45歳になります。ね、45歳になったらもっと諦めて、こう人生こうなんか諦めて、なんかあのね、変なね、なんか悟り
じゃないんですけど、なんかこう全てね受け入れちゃうみたいなね、もういいかなみたいなね、そんな気持ちになってます。はい、並びました。はい、ですね、じゃあ、とりあえずカード全部オープンしていきますよ。一番、端っこが、こっちね、左側が、エナジーオラクルですね。で、2番目の赤いやつがロマンスエンジェル。で、この2枚が、タロットとなってますね。はい。では、オープンしていきまーす。はい。オープン、よいしょ。トゥルルルルルルル。よいしょ。はい。はーい。何が出たかな、これ。何やろうか。31番。31番っていうのはこれ。はい。はい。まず、エナジーオラクルカードが31番の、価値への扉っていうのが出てますね。で、次の、その、ロマンスエンジェルが自由になるっていうカードですね。うん。で、あと、ソードのエースかな、うん、ソードのエースとの個性1ですね。あと、ワンドの7の正位置ってことですね。はい。そうですね、これ読んでいきますと、そうですね、これね、あのね、まずね、このワンドのね、7がですね、まあ、なんか複数交際みたいなね、そういう意味があるんで、この複数エッチみたいなの想像ですかね。複数のエッチをしている。あとはね、これね、自由になるってカードなんですけど、あの、拘束されてるっていう、そういう感じですね。うん。拘束をされてる。だからね、なんか、それこそ SM ですよね。なんか縛られたりとか。あとね、複数でなんかそういう SM している。そういうようなイメージですよね。あと、このソードのエースがですね、なんかこう、家政婦的なとかね、まあそういうことを要求する。まあそういうような、なんで、例えば、あなたが男性だったら、相手は、メイドさんとかね。で、まあ、これ逆やったら、こう、執事とかね。そんな感じですかね。執事。ね、またこの、これがね、まあ、お金、仕事とかお金にこう、まつわるカードなんでね。例えば、エナジーをかけるね。ということはですよね。まあ、お金を払って、その、まあ、こう、従わせるみたいなね。要するに、その、家政婦みたいなのをこう雇って、だからあなたを家政婦と見立ててとかね、執事と見立てて、まあ、その、ね、お金で雇いつつの、この、複数プレイ、まあ、いろんな、まあ、そうですね。例えば、執事だの、メイドだの、いろんなこの人たち、この複数の人たちに囲まれてですね、まあ、その SM 的な、そのエッチをするみたいな、まあ、そういう想像してはりますね。何ですかね、これ。まあまあ変態ですよね。いや、まあ、でもいいと思いますよ。こういうのね、すごい想像力豊かで、いい妄想やなと思いますね。私とかこんなんしませんけど、なんか、こういう、なんていうの、ちょっと変わったね、非日常みたいなのをこう、想像する人も、まあ、いるんでしょうね。まあ、いいんちゃいますか？あ、まあね、その、ただね、まあ、縛られてるだけとか、まあ、そういうようなエッチとか、ただそれだけかもしれんけどね、わからんけど、でもまあ、全体的に見たら、これはもうそういう、なんか、すごい、なんていうの？どっかの、なんか、アダルトビデオで、なんか、言ってるみたいな、なんか、そんな感じですよね。なんか、こんなアダルトビデオありますよね。いや、知らんけど。いや、見たことないけど。いや、まあ、そんな感じですかね。まあ。まあそんな感じですね。はい、A の方のリーディングはこれで終了いたします。はい、ですね、ご視聴ね、ありがとうございました。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、次は B の方ですね。はい、なんだかね、よいしょよいしょ、ういし、なんか私ね、服がね、お話動画作ってるんですけどね、
私カーテンの前で撮ってるんですよ。だね、あの服がね、あの私なんかめっちゃベージュの服多くって、なんかベージュの服着たら後ろのカーテンがねめっちゃベージュだからね、全然目立たへんからね、どないしようかなと。また新しいなんか服をね買わんとあかんのかなと思って、まあちょっと最近服買ってないから買ってもええかな思ってるんですけど、あ、まあまあどうでもいいんですけどね。はいはい、並びました。はい、 B の方ですね。はい、じゃあまた1から言いますよ。はい、一番端がエナジーオラクルカードで、こっちが、ロマンスエンジェルカード、ほんでこっちの2枚がタロットとなってまして、まあ これで、全体を見て、一回リーディングさせていただきます。ほな開けていきますね。全部開けますね。はい、じゃんじゃん、チャララ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 ラ。はい、45番か、うん、これな、うんと、まずエナジーオラクルの方がですね、これハートを抱える男性いうやつですね。んで、このこっちが愛しても大丈夫っていうカードから、このんと、なんや、これ鳳凰ですね。これ鳳凰の正位置、これがペンタクルの8の逆位置ですね。はい、それぞれ、まあ、意味としては、まあ、これ、まあ、家族とかね、まあ、そういう、例えば、まあ、自分の感情に向き合ってる男性なんですけどね。まあ、でも、ただ、なんか、めっちゃ誘ってきてる感じしますよね。なんか、なんて言ったらいいの？なんか、こっちをめっちゃ見てきてるみたいな、なんか、まあ、私が誘われてもしょうがないんですけど、なんか、こう、すごい誘う感じ、めっちゃしますよね。で、こっちのね、愛しても大丈夫。これね、まあ愛しても大丈夫っていうカードなんですけど、なんやろね、騎乗位なんやろな、そう、馬乗ってますしね、なんか騎乗位っていう雰囲気ですよね、なんか、なんとなく。ほんでね、この鳳凰とかね、なんかこの、何？オーソドックスとか保守的っていう意味なんですけど、なんやろね、めっちゃオーソドックスな妄想ですよね。これもね、そうなんですけどね、なんかマンネリとかね、なんか、新鮮さがないとかね。なんかそんな感じですよね。まあだからね、総合して考えたら、まあ言ったらいつものエッチは騎乗位なんですよ。知らんけど。そんな感じですよね。いつものエッチは騎乗位で。で、そのいつものエッチを想像して、まあ性的妄想をね、してはると。で、まあマンネリーなんだけど、それが好きなんでしょうね。なんかその、まあ決まった動きっていうんですかね。いつも決まった動きをして、いつもと同じ手順でみたいなのが好きなんでしょうね。だからそれをこう想像してはりますね。でさらにですね、こんなにマンネリなくせにですね、めっちゃ誘ってるっていうか、まあなんか言ったらめちゃくちゃ言うな、要はめっちゃ誘われるんですよね。だからめっちゃ誘われて、誘われて、誘われて、やったけどマンネリみたいな。いやいや、あかんな、そんなこと。ワロタか。いやいや、マンネリいいですよ。いいですよ、マンネリ。何があかんねん。マンネリじゃダメなんか。いやいや、逆にいいですよ。だって、マンネリな方が、いいですよ。何をフォロー入れてるのか知らんけど。いつものエッチは安心しますよね、大体ね。だからいいんですよ。それでいいんですよ。でそれをこう想像してるってことは、まあ愛があるんですよ。まあ言ったら、ね、あなたに対して、そのマンネリなセックスがいいと、あ、言ってしまった、口になって。そうなんですよ。それがいいと言っているんだから、いいじゃないですか。ね、何が悪いのって話ですよね。まあとにかく誘惑されたいんでしょうね。まあこのね、お兄ちゃん言ってはるもんね、なんか、ああなんかお願いしますっていう感じだからね。だからまあ誘惑をされるところはめっちゃこういいんだけど、あとはマンネリみたいな、でもそれがいいみたいなね、まあそういう感じの人なんですかね。いいんちゃいますか。なんかそれはそれでなんか、いいと思いますね。それはそれでいいんちゃいますか。素敵素敵。はい、よかったよかった。はい、じゃあ B の方適当やな。B の方のリーディングを終了いたします。こんなんしてるからさ、私さ、あれなんですよ、あれ
バットボタンとかね、まあ押されちゃうんですよね。もうバットボタン押されてもしょうがないですよね。だってこんなんやもんね。こんな振らないでしょ、他にいませんからね。なんかめちゃくちゃ怪しいですよね。なんかてか私もなんかこの占い自体がなんか私の占い当たってんのかなとかって思う時めっちゃありますもんね。まあだからまあ当たってへんかったとしたら、これまあこの人こういう人やから、まあ当たってへんでもしょうがないなと思ってもらったら助かりますね。はい、すいません。はい、ですね、また初めから C の方のリーディングですね。初めからいきますよ。はい、エナジーオラクルカード、ロマンスエンジェルカード、タロット2枚でございます。はい、では一回ね、これ全部ね、オープンしていきますよ。はい、じゃーん、じゃーん、じゃーん、チャラララララルン。はい、はい、これ何番や、これ何番、見えへん見えへん、何番、え、52番というと何やろうか。52番って何や、あ、あれか、月の女神か。月の女神は、うん、なんかこのインスピレーションみたいなね、直感みたいな、そういうカードですよね。ほんで、ロマンスエンジェルが新しい恋かな。なるね、ニューラブってね、新しい恋ですね。で、ペンタクルの10の、逆位置と、ソードのキングの正位置ってことですよね。そう。これね、月の女神のカードのインスピレーションとかそういうカードの直感とかのカードなんですけど、それはもうちょっと抜きにして、このカードから見て、まずね、あなためっちゃ綺麗な人かなと思うんですよね。なんかすごく美しい女性みたいなね、まあ、あなたのことをすごく美しい、あとね、また幻想的なそのシーンみたいなのね、すごい想像されてるのかなって思いますね。あとはですね、なんかね、これ不倫愛のカードなんですよ。だからその不倫愛、もしかしたら今現在あなたとそのお相手様っていうのは不倫愛なのかな、じゃないかったとしたら、不倫愛を想像している。だからもし不倫だったらばみたいなね、ちょっと危険な感じっていうのをね、想像してはるんかなって感じでね。でもこれめっちゃリードする。リードしていくってカードなんで、めっちゃリードしてますね。で、このニューラブなんですけど、まあ、新しい恋っていうよりかは、これは、なんていうかな、新しいことしたい。なんかね、次々新しいことをしていきたいって感じですよね。例えばですね、まあ、そうですね、例えて言ったら、もう私絶対もうアブノーマルの方に行ってしまうんですけど、例えば目隠しをするとかね、手錠をかけてみるとか、なんだろう、私のなんか全部趣味じゃないですか。そうじゃないんだ。そうじゃなくて、なんだろう、まあ、とにかく新しい試みをしたいんですよ。で、新しい試みをして楽しむ。リード、自分リードで。で、あなた美しいと。まあ美しいし、で幻想的な雰囲気ですね。例えば、月夜の下で、夜空の下でするとかね、まあ、そういうような幻想的な感じですかね。幻想的な割には新しいことなんですね。なんだろうね、まあ、手錠とか外でかけませんかね。まあまあわかんないですけど、なんか新しいことをしたいみたいなね、そんな感じですかね。不倫愛。なるほどね。ちょっとこう、危険な感じの漂うみたいなね。そういうのがいいんですかね。そうか。まあ、綺麗な人なんでしょうね。綺麗な人って、まあ、男の人だったらこれ男前ですよね。めちゃくちゃね。こんなね、まあ、男前とか綺麗な人とね、エッチしてね、いいですよね。楽しそうだ。まあ、この絵から見てもそうですね、そのぐらいかな。あんま、そのぐらいしかなんか思いつきませんけどね。まあ、私ちょっと力不足なんで、あんまりね、ちょっと感じ取る力あんまりないんですよね。みんななんか他の占い師の方がめっちゃなんかいろいろ言ってはるけど、私なんかあんまり感じる力ないんで、こんなもんですかね。はい、すいません。じゃあ C の方のリーディングはこれで終了いたします。はい、
ね、ご視聴の方ありがとうございました。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はいはい、よいしょ。じゃあね、次の CD やな、次が D の方。なんだかね、今ねかかってるこのあのタラララララララっていうね、この音楽なんですけどね、この音楽ね、あのポポロクロイス物語っていうね、あのゲームあるんですよ。それのなんか魅惑のサーカスっていうね、なんか BGM みたいですよ。なんかあの魅惑のね、なんかこのなんかその性的妄想っていうのにぴったりかな思って、このね、あのやったんですけど、はい。でははい、D の方のリーディング始めさせていただきます。はい、まずは、このエナジーオラクルカード、はい、ロマンスエンジェルカード、はい、タロット2枚でございます。これを全部オープンして、見ていきたいと思います。はい、じゃあオープンしていきます。はい、よいしょ。5番、5番、あデビル、なるほどなるほどなるほど、はい、まず、はい、こっちのエナジーオラクルね、これ5番なんですけど、これね、なんか過去からの縛りとかね、まあそういう話ですね。あとはね、この隣のロマンスエンジェルはね、これ愛こそあなたにふさわしいというカードですね。はい。んで、この、この悪魔のカードですね。デビルちゃん、この逆位置ですけど、これはね、なんか、まあ、誘惑に打ち勝つとかね、そういう意味もありますね。あと、これはですね、カップの10。これ、正位置ですね。これもですね、まあまあ、いいカードですね。はい。はい、まあ、総合的に見ましょうか。ね。はい。そうですね。なんだろうね、解放したいんですよね。自分解放みたいなね。解放したい。うん。で、なんかすごい、愛が溢れてますよね。なんか。ほんでね、またね、これね、奉仕のカードなんで、めっちゃ奉仕してますよね。なんかその想像上ではめっちゃ奉仕をしている。で、まあ、これ、あの、家族愛とかね、精神的なつながりとか、そういう意味があってね。で、まあ、あなた様は、その、運命の相手、みたいなね。で、まあ、その、で、でもまあ、すごいしっくりくる、まあ、家族的な感じなんでしょうね。だから、すごい、この、家族的な愛情のあるエッチ。で、また、奉仕をする。なんかこう、相手に対して、こう、ちょっと奉仕をするような、そういうようなエッチですよね。そうですね。奉仕はするし、で、また攻撃もしますよね、割とね。こう、自分から、こう、いろいろね。そうですね。これ、あんまりなんか、そうやな、なんか面白いこと言おうと思ってもなかなかあんまりないな。なんやろな。なんか面白いこと言いたいけど。なんやろか。いや、自分解放して。なんか全然普通な感じですよね。どうしよう。普通のエッチですね。まあ、安定した普通のエッチいう感じですかね。まあ、すいません。ちょっとあんま面白い話できないですね。なんか普通ですね。なんかもう、普通に愛情のある、エッチをこう想像しているあなたとね。で、まあちょっと解放されてる。なんか、まあ言ったら、いつものね、この仮面をつけてる自分っていうのをこう外して、で、まあ、その解放的になって、まあ、やってるって感じですかね。解放的なあなたとのエッチを想像している。そうですね、奉仕をしたりとか、またはそうですね、時には攻撃もしてみたいなね、そういう、まあまあまあ、正直まあ普通のノーマルないつもの、そのあなたとのエッチをまあ普通に考えているぐらいの感じですかね。まあ、さっきなんか出てきたのマンネリっていう、マンネリっていう感じではないですよね。なんかこうさっきのなんか人とかはマンネリとかって言ったんですけど、いや、そんなんじゃないですね。なんかこう、どっちかというと、マンネリ感はないけど、ただまあ、
普通に愛情のあるエッチをしている、うん、まあそんな感じですかね。あんまりはそんなパッと変わり映えするカードではないし、まあ面白いことがあるという話でもなさそうです。まあ、普通の感じですかね。まあこういう人もいますよね、うん、まあ、まあいつもいつもね、みんなが面白い想像してるわけがないんでね、まあこんなもんちゃいますかね。まあそういうわけでですね、はい、 D の方のリーディング、はい、こちらで終わらせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、というわけですね、はい、あの D の方が終わりましたので、これで全部の、リーディングを終了いたしました。はい、今日のリーディングは、はい、いかがだったでしょうか。正直ね、なんかそのもしかしたらね、あんま当たってへんかもしれないんですけど、結構なんかピンポイントで私なんか言ってるから、もしかしたら全然当たってへんかもしれへんんですけど、まあその場合やったとしても、まあこの人がなんかちょっと面白い人やなぐらいで思っとってくれたらいいかなと思って、まあ占いとして見てもらうというよりも、まあ面白い人が喋ってはんなぐらいに思ってもらったらいいかなと思います。で、まあついでに、まあ宣伝しておくと、今なんか お話動画やってるんで、そっちの方もちょっと見てもらったらありがたいですね。で、まあもしまあこの動画がですね、気持ち悪いと、何言うてはんねんと、もうほんま気持ち悪いこと言うなという人は、バッドボタンでよろしくお願いします。バッドボタンもね、反応してくれたという意味ではある意味嬉しいものなんで、あ、なるほどね、これ嫌なんやみたいなことがわかるっていうね、うん、そういう意味ではバッドボタンもね、悪いことはないんですよ。なので、まあ、無反応の方が一番悲しいので、まあね、嫌いな人は無反応になっていただくと、それはそれでちょっと悲しいですけど、まあそういう手もあります。ただ、反応していただけると私は非常に喜ぶのですね、バッドボタンでも、まあ、グッドボタンでも、まあ、とりあえずはちょっと反応してほしいなと思います。はい、では、本日のリーディング、すべて終了いたしました。次回のタロット動画でお会いしましょう。普通の動画でもよろしくお願いいたします。それではまた、バイバーイ。